大企業の経営者、ちょっと喜んでらっしゃる方もいらっしゃいますけども、いわゆる中小企業の方々は、円安になったら余計に苦しいですよ。材料費が上がってるだけじゃありませんか。社長さんは、中小企業の社長さんは従業員の皆さんに給料を上げたいと思ってらっしゃるけども、上げられない。だから一緒になって苦しんでらっしゃる。このアベノミクスの実態は、国民の皆さんには非常に冷たいもんだと言わざるを得ないんです。どうしてそうなったんでしょうか。一つは、やはり業界団体の方々、あんまり言いませんけども、一つの宗教団体の方々だけが喜んでたら、選挙に勝つからですよ。だからそっちばっかり顔を向かって、庶民の皆さんのところには政治の光を当てようとしない。その結果が今の格差社会につながっているんではないでしょうか。それを改めるのは、私たち民主党だと、このように思ってます。私たちは大きな反省をいたして、もう一度、決闘の原点、政治の果たす役割は何なのかということを考えて2年間活動してきました。その上で今の政治を変えたい、そして私たちはこの権力に立ち向かって何としても打ち破りたい、この思いでこの選挙戦を戦っている。そして私向山はその先頭に立って頑張ありがとう頑張っていくということを皆さんにお誓いを申し上げます。まさにサーカスの綱渡りのようなアクロバットのような政策ばかりの羅列で、本当に国民の幸せは作れないし、日本経済の真の意味での再生はデフレ脱却もありえないのでございます。経済再生のためには、従来から申し上げておりますように、根本的な政策が必要です。日本の経済の6割を占める個人消費がしっかり伸びる状況を、地道に切り開いていかなければなりません。そのためには賃上げ、最低賃金など、いわゆる労働分配を引き上げていく政策を講じていくとともに、安心こそが経済再生の原点、安心した生活暮らしの状況を作ることが個人消費などの景気を良くする大きな手立てでございます。その意味から私が申し上げてきた社会保障福祉の強化充実、これを行うことが実は経済再生の大きな要点である、要である、このように申し上げているところでございます。安倍さんが好き放題、やり放題、これにしかないと言って進むことをしっかりと歯止めが必要なんです。そして集団的自衛権の行使、歴代内閣が憲法違反だ、自民党総理大臣が言ったんですよ。その集団的自衛権の行使を憲法解釈を変えてできるようにする、海外で武力行使できるようにするという、私は憲法の解釈や憲法改正について新しく公衆的な考え方を持つ必要はありません。時代の変化の中で柔軟に考えることも必要だ、私はそういうふうに思っている人間です。だけどその私が見ても安倍さんは危なすぎるんですよ。憲法解釈、中条の解釈を変えるんであれば、少なくとも国会で徹底議論をする、国民の半数以上がこれは必要だとかやむを得ないというまで総理として説明しつつ責任がある、それを全部飛ばしてしまって一内閣の判断だけで閣議決定した、そんなやり方が回り通った。